GO!今回はですね、冬のキャンプ編ということで2泊3日でキャンプをやっていきます。はい、ということでね、やっと設営が終了しました。それでは今からね、ちょっと昼食を取りたいと思います。はい、ということでね、昼間なんで何かあったらまた買い出しに行かないといけないので、ちょっとね、ビールは飲めないんで、ノンアルコールビールのね、ドライゼロ、これをね、いただいてます。もうね、マイクのねスイッチがね、入ってなかったんですよね。ねえ、やっちまいましたよ。じゃあ、いただきます。ああ、最高。ねえ、自然の中で飲むノンアルコールビール。ねえ。アルコールないんですけどね。やっぱ気分いいですね、なんか。どんな風？もうちょっとだな。すいません、マイクの電池なくなっちゃったー。ということで、ここから先はね、ナレーションでいきます。はい、今できて食べようとしてるやつ、これはもつ煮込みちゃんぽんでございます。ねえ、寒かったんですよね、この日ね。昼何食おうかって悩んだ時に、もつ煮込みちゃんぽんが目に飛び込んできたんですよ。例のごとく買い出しはトライアルに行ってきました。いや、美味しそうですね。数がね、少しあるんでね、使い捨て容器の上にね、今ノンアルコールのビールの缶を置いてるんですよね。じゃあ早速ね、食べていきたいと思います。今回使ってる機材のポータブルストーブのガスは、カセットコンロのガスを変換プラグを使って使っています。商品リンクは説明欄に貼り付けときます。ジュルル、お味は最高。
じゃあサラダもね食べてみたいと思います。ほーらこんな感じ、パクリ。うんうん、うまい。やっぱもつ煮込みちゃんぽん買ってきたんで、さすがにこの主役を食べないといけないでしょう。ほーらこんな感じ、見える？見えてる？じゃあいただきます。やっぱり最高、間違いないお味です。でちゃんぽんもいただきます。これも最高です。自然の中で食べるもつ煮込みちゃんぽんは最高だ。ほら、きちんとお野菜は入ってるよ。よし、じゃあね、あの使い捨てのね器に全部入れて食べていきたいと思います。ほーら全部入ったよ。まあ一人でねお昼食べる分にはね、おにぎりも合わせてちょうどいい量ですよ。それじゃあね、続けてホルモン、ほらこんな感じ、いいでしょ。なかなかいい感じの出汁なんですよこれが、ね、え、ジュルル、うまかー。やっぱり寒い時はこれに限りますよ。でノンアルコールビール、この時のおにぎりはよく冷えてましたよ。で、もつ煮込みうどん。で、ここでね、申し訳ない程度人参が入ってるって言ってるんですよね。音声取れてないんですよね。ダメだな。ちょっとね、マイクの無線のマイクのね、送信機の電池がね乏しくて音声が入ってませんでしたよね。ね。電池やっぱいいの買わないとダメですね。だいたい1回の収録で、まあ、2本ずつと思っとった方がいいね。もうちょっと食べよう、ポテトサラダね。夜にちょっと、ね、近っぽい、うまい。
か。もうな、もうな。はい、ということでね、もうお時間となりました。もしこの動画がよろしければ高評価拡散の方よろしくお願いします。そしてまだチャンネル登録がお済みでない方、スマホ、タブレット、パソコンでご覧の方、エンディング中チャンネル登録できますので、そちらからどうぞ。それではまた、さよなら、さよなら、さよなら。次回こうご期待ください。それでは。